のブロードウェイラジオ。はい、どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷理子です。 KBS 京都 RMC ラジオ CBC ラジオそして福岡ラブ FM をお聞きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いします。お願いいたします、うん、ちょっとタイトルコールして気づいたのが、はいはい、唐揚げの声タイトルコールに近いなと思ってラジオドラマでね今やってる、うん、で使ったことある声音域の部分やなと思ってたんですけど、はいはいはい、タイトルコールが唐揚げの声に近かったかもしれないですね。あ、うん、はい、既視感というか、うんうん、聞いたことあるなと思った。この音知ってるけど、なんかなんだろうなっていう、なるほど、すごく身近なところにありました。なるほど、はいはい、お便りいきましょう、はい、エリリンさんからいただきました、長野さん、リコちゃん、おはようございますと。 おはようございます、はい、朝聞いてることが多いんですかね。世間ではコロナウイルスで大騒ぎしていますが、私コロナウイルスのタイミングでむせちゃうっていうね、うん、熱はないね、はい、うん、大丈夫です。渡航歴もございません、うんうん、はい、私は花粉症と日々戦っております、うん、コロナも怖いですが早く花粉が落ち着いてくれるといいなと思っています、うん、長野さんやリコちゃんは体調大丈夫ですか、うん、はい、ドロステクランクアップおめでとうございます、はいはい、そしてお疲れ様でした。ハウリングがベースになっているとのことですが、うん、きっとすぐには理解できないと思うので何度も見ることになりそうですが楽しみにしています、はい、何度見てもわからないかもしれませんがということなんですけども、はい、はいはい、ドロステというのはですね、まあ、ヨーロッパ企画が満を持して初めて、撮る長編映画、はい、ドロステの果てで僕らというタイトルの映画でございます、はい、これは4月の25日に、下北沢のトリウッドと京都シネマで同時公開されます、はい、映画でございます、はいはい、劇団であるヨーロッパ企画が、ね、はい、映画にちょっとわその短編とか撮ってたんですよ、ずっと、ね、ショートショートムービーフェスティバルとか、 ねやってたけど、もう満を持して、はい、長編の映画を撮るというのがその先ほどエリリンさんが言ってた、うん、ドロステというやつですね、はいはい、うん、これまあ2月の上旬ぐらいから動き出したんかな、僕ら役者としては。そうですね、はい、ね、はい、で、そうです、10日ぐらいですか、その顔合わせがあってから、はい、4日から13日までですね。顔合わせが4日だったので、うん、はい、13日ぐらいまで、うん、でその間に、リハーサルとかして、はい、で撮影自体はじゃあ1週間ぐらいですかね、うん、はい、1週間ぐらいで撮りました、うんうん、撮り切りました、撮れまして、はい、いやこれはね、まあ、ちょっとドロステの果てで僕らドロステっていうのがまず、はいはいはい、なんだっていう、ね、なんかだった、どっかの国のね、オランダだったっけな、なんか、はいはい、ドロステココアっていう、ココアのね、うん、まあ、パッケージがあるんですけど、会社がね、うん、でそれでそのパッケージに、はい、女性がウェイトレスさんみたいな感じの女性が、うん、お盆かなんかに、はい、ココアのパッケージ持ってるんです、はい、その、ね、絵の中のパッケージの中にうん、そのパッケージの女性が持ってるそのココアにもそのまた女性がいて、また女性がパッケージ持ってて、うん、そのパッケージの中にもまた女性がパッケージ持っててっていうのが永遠に続いていく、うんうん、それがドロステ、はい、入れ子構造を、うん、そう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 、そこの箱から取ってドロステ効果って、うん、いうことね、そう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 、ね、はい、でまあこのドロステの果てで僕らっていう映画のまあネットにあるあらすじですけども、はい、とある雑居ビルのカフェで起こった、SF めいた事象、テレビとテレビが時間的ハウリングを引き起こし2分前と2分後がつながった、はい、絡まる思惑、襲う整合性、ドロステの果てで僕らはてんてんてんっていうような、わかりましたかね、何のこっちゃやら、まあ、とにかくね2分後の未来が分かっちゃうんです。で2分後の未来がね、はい、で2分前の過去も分かっちゃう、はい、分かっちゃう、そうだから、うん、だからその中で自分らが、まあ、
ね、なんか大もうけしてやろうかとかそう、まあ、単純に思うようなことが起こったり、ね、未来知っちゃうわけですからね、うんうんうん、そうそう。でも2分だから、うん、2分だからまたこれまた、ね、何もできないじゃんとか思いつつも、うん、まあどうにかしてこうどうにか面白いことしたいなって、うん、そうそうそう、ね、その中で巻き起こるまあ、うん、ドタバタドタバタSF コメディーと言ったらいいのかな、うんね、まあ、これがまあ地獄だったと、はあ、うん、坂井さんがね突起の牢獄って、はい、おっしゃってましたけど撮影期間のこと撮影期間の突起の牢獄って突起の牢獄っておっしゃって時間に縛られていると時間の檻の中に、はいはい、はい、だからそうかそのもうその2分っていうのがもうガチの2分ってことでしょ。いやもうそうなんですよその2分後の自分っていうのと2分前の自分っていうのがその、うんうん、この4分間、うん、ずっと時間流れてますから、はいはい、それがもう本当にガチの、うんうん、4分間、ね、そのガチの4分間に生身の、うん、はい、まだその役者がまた絡んでいくから、うん、その2分、はい、その前後2分の間でやらなきゃいけないお芝居があったりとか、そうだから2分のお芝居、うん、2分間のお芝居、うん、2分間っていう時間をきっちり守っていくお芝居がずっと続いていくっていう映画なんですよ、うんうん、役者の撮影はいの仕方とすると、わあ牢獄だ。なかなか時の牢獄とは言えてようでございました。うん、だからそのタイムパトロールが時の牢獄に連れていくとか言うじゃない。そ, う そ, う そ, うそれでしょ。それそのもう私たちね、刑罰を受けた先のやつでしょ。SF の世界で一番怖いとされてる。それをやったんでしょ自ら。時の牢獄でなんだろうな、うん、これだ。これだっていう。はい。いやだってその知り合いてかまあ美容師さん、はい、行ってるね僕が、はいはい、で仲良くしてるから、で近所のね二条のね、二条京都の二条の、はいはいはい、カフェパランっていうところが、はい、まあ、メインの僕らのロケ地なんですよね、はい、でその近所の美容師さんがあ差し入れ持っていこうかなって思ったんだって、うん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 、で夜中撮ってるっていうし、うんうんうん、あでもちょっとお邪魔になっちゃいけないから、うんうん、ちょっと覗いてみようって言ったんだって、うんうんうん、そしたらもうみんなしんどい顔してて、とてもじゃないけど、声かけれなかったんだよ。多分一番やばい時間を見たんだと思うんですよ。そうかもしれないですね。お恥ずかしながら、うん、大年先生もそうだったって聞きました。大年先生来たの、はい、現場に。私もちょっと何回かね、うん、見に行こうかなと思って行ったんですけど、うんうん、明らかに揉めてたから、揉めてんだ何で揉めたんだ一体。いやでも毎日毎晩揉めてたので、うん、どこだったかは。ちょ待ってよ、これ誰かこれ喜ぶよこの。そうですよね。でもなんで揉めてたかは、まあ、やっぱり時間という時間のことでしか、はい、2分でできるわけないじゃないかみたいなこととかそういうことじゃないですかね。でだから結構最初迷惑かけないようには深夜の方にね、なんか結構行ってたんですよ、うん、見学 してみようかなって思って行ったんですけど、はい、深夜はいつも喧嘩してるみたいになってるから時間も悪いかな、もうこれはいけないと思ってもう早めに行くようにして、うん、明るいちょっと見学させてもらいましたね。そっか、明らかに監督の山口さんと上田さんが2人で神妙な顔してこうバチバチっとこう、そうなんです、そういう時間が1日何回か来るんですよね。そっか、はい、長い撮影の中でね。そう、うん、僕はもう2日だけだったんですよ、その撮影現場に行くのが、はい、でも8時入りぐらいで、で一応9時ぐらいに撮影スタートってスケジュールに書いてたけど、うんうんうん、8時に行って、でとりあえずパランさんからご夕食が出る、美味しいご飯がね、毎回、そう、多分素材もむちゃくちゃあれオーガニックから美味しい素材、ね、食べて、で待ってたら、うん、これあむちゃくちゃ押してますよって言われてあそうなんやって言って、でまだ僕の前の人が出番出てなくて、うん、でだから8時とか8時半の中で予定通りの9時とかには撮影始まらなかったし、うん、これ今日さ撮れないかもしれない、うん、ね、撮れないってことはあんの、もう2日しか時間僕にとってはないけど、うん、撮れないとなるともうやばいよねってなってて、はい、でその日の現場ではこの映画は撮り終わらないかもしれないとまで言われてたよ。いや本当にそうだったんですよ、うん、あのね、うん、これからねもうどんどんね登壇した人とかあと他のラジオとかで、はい、話されていくと思うんですけど、うん、私いろんな見出しをピックアップしてきたんで、見出し聞きたいことあったらちょっと、あドロステニュースと、はい、
はい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 、ね、今1から11まで、はい、聞きたいことって一つ二つね、うん、今日、うん、私の方が多分奈良さん長い時間風現場にいたんで、そうですよね、そうなんですよ、多分あ割と揉め事は聞き尽くしました、はい、はいはいはい、あねちょっといろいろありますね、うん、じゃあ最終日以外前日取りこぼすっていう、はい、これ絶対現場としてはもうありえない事態なんですけど、はい、これはさっきね長野さんがおっしゃった、はい、長野さんが、まあ、まあ押してて、うん、実際、うん、長野さんのシーンは、うん、まあ、ちょっと撮れましたけど、うん、撮るはずだったシーンは撮れませんでしたよね、シーン丸ごと後日になりました、カポッと撮れなかったと、うん、それがあの日だけじゃなくて、うん、全部の日、うん、あだったんですよ、いや怖い、撮れるはずのやつを次の日に持ち越して、うんうん、それからスタートして、うん、そしたら割とみんな元気なうちなんで、うん、うまくいったりするんですけど、深夜になってくるとやっぱりどんどん撮れなくなっていって、うん、本当に最終日が、最終日はだって予備日だったでしょ、そうですそうです、予備日として本来はポスター撮影、はいはい、だけっていう予定だったんで、うん、まあ、ねじ込めたんですけど、うん、他はもう毎日毎日、うわうわうわ、ほんの撮るはずだった15分ぐらいのところ、うんうんうん、撮りこぼしてました、あそうなんだ、うん、前日ふとね3日目ぐらいに、あれ毎日撮りこぼしてますね、うん、で取り切れた試しがないですねっていう話を学会で、ね、うん、はい、いやこれだってカフェパランさんが営業普通にされてて、うん、営業終了後の、はい、で営業再開までの時間が僕の撮影時間だから、はい、朝までです、朝まで、ね、日の出まで、あの夜の撮影なんで、そうか、知らんでくるとちょっともうつながりがダメになっちゃうんで、うん、その日の出までが勝負、そうだよ、5時半ぐらいまでが勝負なんですよね、うん、日の入りから日の出までになんとか撮らなきゃいけない、うんうん、そう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 、だから僕が初日撮影行った時は、うん、もう4時結局4時半ぐらいにドライリハーサル始まっちゃって、はい、これちょっと夜明け見えるんじゃないかとか思って、はい、長回しだからこれ、はい、じゃあ、これはもうセリフが間違えられない恐怖、悪魔の足音、はい、これなんでしょう、だからセリフを間違えられない恐怖は分かりますよ、はい、あ、まあ、その今言ったように長回しだからこれ、はい、まあ、本当に舞台と同じようにずっと延々縛りしなきゃいけないし、うん、まあ、時間の縛りもあるしっていう ね、 そうですね、うん、しあとその2分後の自分とか2分前の自分と会話するんで、その2分後の自分って私が2分後に実際にやる役なんですよ、わかりますかね、言ってること、だから、うん、映像の中の自分が言ってることまんま私次しなきゃいけないと、だからその例えば言い回しを、例えばマイクの前で喋るを、うん、マイクの前で喋りますとか喋りたいとか喋、うん、るよマイクの前でとか言っちゃう時が、語尾が上がったりとか、はい、音程が変わったりとかね、あと手、さっき右手で指さしてたけど左手で指しちゃったとか、うん、そういうのがもう全部アウトなんですよ、本当はカットなんですけど、その悪魔の足音っていうのは、うん、その時間キープとかセリフチェック、うん、セリフ間違えたら言ってくれる諸岡さんっていうあのね、諸岡君っていうね、いたね、はい、うん、あのずっとお手伝いしてくださって、うん、あの本編にもねちょっと出てらっしゃるんですけど、があのもうタタタタタって言ってきて、さっきここ違いました、うん、あの何々だじゃなくて何々ですとか何々からじゃなくて何々よりですとかをこと細かく全部チェックして言ってくれるんですよ、諸岡の足音、そう、悪魔の足音ってのは、はい、もう本当に感謝なんですけど、うん、答えて答えて夜が明けちゃう、みんな全員ドキドキしながら、はいカット OK 言われた後に、うん、タタタタタタ、あのリコちゃんちょっとここが、うん、ごめんなさい、撮り直しです、そうですか、これが悪魔の足音、あーちょっとそっか、じゃあこれ聞いていい、はい、じゃあ時の番人、はい、時間三重視誕生、これ気になるんですか、時の番人っていうのは、うん、まあ、上田先生のことですね、そのこれさっき言ったように2分の芝居をどんどんやっていくっていう撮り方なんで、もうちょっとでも時間空くと辻褄が合わなくなりますよね、うん、それを上田さんがリハーサルの時から読み合わせから、うん、ずっとみんなの芝居を、うん、時間でタイム測って平均を出して、うん、でその平均に合わなかったらセリフ足したり減らしたりして、でその画面の中の自分と喋るときは画面の声を上田さんが全部やってくれて、うん、その時間に合うように、はいはいはい、だからもうその
上田さんを信じてれば2分ぴったりで芝居できていくんです、はいはいはい、これはそんなに大変なことじゃないと、はいはい、でも時の番人と呼ばれてまして、はいはいはい、でそれにあのエリンさんもお手紙で言ってくださってましたけど、うん、あの見ても分かんないだろうなって思うでしょ、うん、で読んでる方もちょっと分かんないなってなると、うんうん、で誰よりもその時間を理解してたのが諸岡さんと、うんうん、あと深江さんっていうメイキングを回してくれメイキングにいたね、メガネのちょっと丸坊主の鍋島ディレクターの友達が一番、お二人が誰よりも時間を理解してて、うん、上田先生と諸岡さんと深江さん合わせて、はいはい、時の三十と意外な三人やな、意外な三人やったな、はい、何が分かってなくてもこの三人に聞けば解決すると、はい、大長編のドラえもんみたいなタイトルですけどね上田と時間30時本当だね、そんな感じでした。うわちょっとこれ気になるね、うん、そう、まあ、どんどん明かされていくとは思うんですね。そうですね、これだからこれから4月のね4月の4月25日公開なんで、うん、はい、まあ、ドロステの話はどんどんしてきます、これから、はい、なんか話す内容の方がすごい面白そうな映画でもありますよね。見終わった後のトークが確かにっていうのはその、うん、さっき一番最初にキャッチコピーのこと言ってましたけど、なんか襲われる整合性みたいなのあるじゃないですか、うん、それ作り手側の話だから映画の話じゃないやろと思って、普通チラシに書かないよね、チラシはの外のこと書いてるからちょっとすごいなと思います。はい、まあ、ちょっとこれまあ珍しい映画だと思うんで、うん、そしてこれねクラウドファンディングっていうものをやってるんですよ、うんうんうん、だからまあ、ネットでこう出資者を募って、はい、まあ、この映画の、まあ、あの配給とか、はい、宣伝の資金とかにさせてもらうんですけど、まあ、はい、なんかこの映画に関わってみたい、参加してみたいっていう方は、まあ、そのドロステの果てで僕らのホームページに見ていただいたら、そのクラウドファンディングの詳細は分かりますんで、はい、でこれ、まあ、もし参加いただけた方は、はい、あの出資いただけた方はあのエンドロールに名前が載ったりとか、うんうんうん、特別なそのコメント動画とか、はいはいはい、まあ、いろんな特典もついてますね、メイキング見れたりね、メイキング見れたりね、うん、だからなんかそういった、あるんでね、うん、一応もう詳しくホームページ見てください、はい、ぜひ、はい、まあ、ちょっとこれもちょっと詳しくはまた、うん、喋ります、はい、ラジオで、はい、喋ります。ドロステはちょっと盛り上げていこうかな、ね、あのあるでしょ、しんどい話ばっかりしてますけど楽しかったんですよいや、それはでも間違いなく言っておきたい、ね、本当に楽しかったんですよ、うん、いやすごいよ、やっぱ苦労の末に、うん、撮れるわけじゃないですか、うん、そのワンカットの映像が、はい、それは見事だよね、すごい楽しかったんですよ、うん、こうもう断じてしんどかっただけで終わったわけではないと、危なかったね、言いそびれてた今、それだからみんなで映像撮ってチェックするじゃん、そうプレビューをして、うわーって拍手になるもんね、そう、うん、いちいち拍手、そうそうそう、うん、みんな、まあ、ローをねぎらうのもあるし、うん、でも素晴らしかったんですよ、でも本当にそれが70分とかにつながったらまたどうなるのかっていうのは、うん、まだ僕らは見てないんですけどね、はい、ぜひ一緒に、この映画を盛り上げてくださる方よろしくお願いします、はいはい、じゃあラジオドラマのコーナーいっちゃおうかね、はい、渡辺匠さん、ディレクションチーム2度寝ワークスのね渡辺匠さんがやっていただいてます四面逃避行、この第2話です。第2話は、こちらですね、クレープ。それでは開演いたします、うん、この四面逃避行なるブログは要約すれば1行や2行で済むような食べ物にまつわる詩弁を綴るものである。今日も食卓の唐揚げを話し相手に一人で食事をしながら、あてもなく私は思考を巡らす。食にまつわる変竹林堂々巡りブログ四弁逃避行の筆者が私の幼なー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 じみの小西くんってことが分かった先週、私はその勢いで彼のアカウントをフォローしてしまった。彼はフォロワー欄に新しく登場したマーティーリコフライという名前から私のことに気づいただろうか、気づいてほしいなとかちょっぴり思ったりなんかしちゃってたりしてしまっていたりなんかして、ん、ん、みょー、小
小西くんからフォローが返ってきた。しかもクレープについてと書かれた新しい投稿も更新されている。私は早速読み始めた。この世には昔免罪符というものがあった。この免罪符とは16世紀にカトリック教が発行していたもので、簡単に言えばあなたの罪を許す予見である。ずいぶん便利なものだな。今日も食卓に並んだ唐揚げが私の思考にチャチャを入れてくる。じゃあ例えばつまみ食いをしちゃったよという時は？もちろん免罪符があれば大丈夫。人を傷つける嘘をついちゃったよという時は？免罪符があれば大丈夫。会社の上司をグーで殴っちゃったよという時は？免罪符があれば大丈夫。とんでもない代物だな。その通り。ルターもブチギレするわけだ。宗教改革が勃発するのも仕方がない。人間たちは大変だな。そんなこんなでお騒がせな免罪符だが、実は現代にも免罪符は存在する。それがクレープの皮である。クレープの皮？そう、クレープとは恐ろしいものだ。想像してほしい。友人が手のひらに生クリームをたっぷり乗せ、それを果物と共に頬張っていたらどうする？病院を紹介するか縁を切るな。そうだろう。しかしどうだ、それがクレープの皮というものにくるまれた瞬間、その奇怪な食事は正常なものになってしまう。どんな罪な食事も許されてしまうんだ。そんな恐ろしいことがあるわけ？例えば唐揚げ、お前もだ。俺？お前のような脂っこいものを20時以降に食べることは人間の世界では基本的に罪とされる。え、そうなのか？そうなんだ。でもな、お前もクレープでくるんでしまえば無実だ。助かった。この唐揚げクレープに含まれるカロリーは1つでおよそ560カロリー程度だという。このカロリーを消費するには約2時間のジョギングが必要だ。つまりあの薄い皮の中には2時間のジョギングがくるまれている。しかし我々はそれに気づくことができない。なんて代物だ。おいみんな。なんだ、どうした、なになに。他の唐揚げたちもちゃんとクレープにお礼を言った方がいいんじゃないか。確かに。クレープよ、ありがとう。クレープに許せない罪はない。つまりほとんどショートケーキみたいなものを歩きながら食べたいよという時もクレープにくるめば大丈夫。さっき甘いものを食べたばっかりだけど今度はでっかいソーセージが食べたいよという時もクレープにくるめば大丈夫。生クリームにバナナにイチゴ、それにチョコソースにチョコアイスを乗せたよくわからないものを一度に食べたいよという時もクレープにくるめば大丈夫。つまみ食いをしちゃったよという時もクレープにくるめば大丈夫。人を傷つける嘘をついちゃったよという時もクレープにくるめば大丈夫。会社の上司をグーで殴っちゃったよという時もクレープにくるめば大丈夫。クレープにくるめば大丈夫。クレープにくるめば大丈夫。はい、皆さんお気づきだろう。このままではダメです。私はここで現代のルターを待つ。食の宗教改革は近いだろう。ブログを読み終えた私は中学生の頃に小西くんと一緒にクレープを食べたことを思い出した。あれは確かイチョウの葉が降り注ぐ季節で、カフェとか雑貨屋さんが並ぶザ・デートスポットで、旗から見たら初々しいカップルだったかもしれないけど、あの頃の私たちは心地のいい親友みたいな関係だった。あの頃私が彼に内緒にしてた気持ちもクレープにくるめばまた会えるかな、なんて考えていたら彼氏が仕事から帰ってきた。続く。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきました、四弁東彦第2話、ク
レープでございました。キャストの紹介します、このシベント飛行のね、ブログの、筆者、はい、小西睦月さん、そして、このシベント飛行の読者は藤谷莉子、はい、そしてそのシベント飛行の筆者が、目の前でね、見て一緒にこう会話しているのが唐揚げですね小西睦月のイマジナリーフレンド、はい、唐揚げは私長野宗則でした。可愛かったですね、ありがとうございます。そしてですね、唐揚げたちその他の、加藤雄一さん、渡部桃さん、沢田鈴奈さん、萩原萌子さん、磯貝雅史さん、って方が、唐揚げの声を、はい、ニドネワークスに、ね、お出になった方々ですね。そうですね、はい、はい、ということなんですよ、はい、うん、またまた、はい、これもブログでね、はい、チェックしていただけた、この全く同じ話があるんでしょ。そう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 、クレープのね、うん、読めるんでね、クレープの多分免罪符のお話を、うん、気になった方はぜひね、うん、文章が面白いですもんね、なんか面白いね、読めると、うんうんうん、だから、うん、まあ、その面白さに惹かれてね、渡辺さん作りたいってなって、うんうん、でも莉子ちゃんもこれなかなか難しいくない？セリフの言い方が、渡辺先生あるある照れるっていう、うん、なんか照れちゃうんだよ ね、 よね、役者として、うん、可愛らしいね、みょーとかあるじゃん、みょーとかぬーとかスルスルーとか、うん、ゴロゴローとか、そうそうそう、だからそういうなんか擬音みたいなのを気持ち込めてさ、やるっていう、そういう、まあ、そこ可愛いで、うわ可愛いですよね、うん、堂々とやっていいで、うん、ありがとうございます、はい、ダメですか、堂々とやって、まあ、そうですね、はい、はいはい、じゃあ、まあ、エンディング行きたいですね、はい、そこもね、じゃあ、お便りもさらっと読みますかね、手塚監督からお便りが届きました。手塚悟、はい、エブリデイでおなじみの、はい、もう今新作の映画を動き出してるらしいですよ。はい、さっき来たんですよ、ちょうど。あれ紹介しますね、長野さん、莉子さん、こんにちは。そしてお久しぶりです。はい、ラジオドラマでもお世話になりました、はい、手塚です、うんうん、あの長野さんが主演を務めたエブリデイ以来の新作長編、はい、もう耳にタコできてるかもしれないですけど、はい、この度、指導することになりました。梅雨時の撮影に向けて現在進行中です、うん、お二人と新作でもご一緒できたらなと思っています。本当だと、うんうんうん、自分がゾーンに入るために聞く音楽は、うん、ひょんなことからですが、うん、島倉千代子さんの人生いろいろですと。うわちょっとなね、このイントロを聞くとさあやるぞとなります、うん、ロッキーのテーマに匹敵したりなんかしますと。あ、そんぐらい上がるんだ。そんぐらいゴーっていくんですね、うんうん、またラジオドラマの新作書きたい。ヨーロッパ企画の皆さん総出演の映画もいつかやりたい。うわ、2020年フルスロットルな手塚より愛を込めて。うわ、ありがとうございます。島倉千代子さんで意外ですね。ゾーンに入る。コロッケさんの顔が浮かばないですかね。いや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 、イントロ聞いて。本当ですか。うん、でもまあ手塚さんも本当に人生いろいろあった方なんでね、やっぱそうやってフラッシュバックしつつ、うんうんうん、まあ、音楽って確かにその時聴いてたなんか思い出とこう、うん、結構香りと一緒で連動する感じありますもんね。一気に感覚が蘇って当時にね、うんうん、戻れたりとか、うん、はい、ありますね。ありますね。手塚さんありがとうございました。ありがとうございます監督。ではでは、宛先の方を、ね、はい、お願いします、ね、いつもお待ちしておりますので、宛先は全部小文字で europe.broadway@gmail.com europa.broadway@gmail.com です。聞き取れなかった方はホームページをチェックしてください。はい、といったわけでヨーロッパ客のブロードウェイラジオ、また来週もお楽しみに。さよなら。